ということで久々のスカブロやっていきましょう。本当に久々だな。じゃあ今日の最初はこの島に来たよ。この島実は一回来たことがあるんだよな。島にさえはなきゃバレないんだから。そうだね、なんで行っちゃうの。お前ら最低だな。お前ら最低。ということで制圧完了しました。まあ夜じゃなかったから敵はかなかったな。それじゃあお宝見ます。オーキャンドルとかパワー5のエンチャボンあるやん。そういうわけでソウルサンドバレー島クリア。今マリエモンが全自動羊殺戮機を作ってくれてるから、その換気を集めてます。そんな長期的な機械作ってないわ。じゃあ何を作ってるの？羊が生まれた途端に空いた羊肉になる機械だぜ。うん、それ長期的だよマリサ。で、霊夢はさっきからそこに骨ブロック置いてどうしたの？あ、これ自由に使っていいからね、ヨウム。そういうこと？じゃあありがたく使わせてもらうよ。いや、掘るのめんどくさいな。掘ってくれよ、私も霊夢も頑張ってるんだし。霊夢さん、掘るのサボって遊んでるんですが。違うよ、私はマリサがサボってないか監視しに来たんだよ。それをサボってるって言うんだよ。この中だったら私が一番サボらんからな。あれ、霊夢いなくなった。またサボってるのか。って何あれ、なんか拠点が集合体恐怖症が失神しそうになってる。集合体恐怖症が失神しそうな拠点ってなんだよ。A 型が嫌がるような部屋だね。あ、今 A 型が行くマインクラフトのシリーズも実況してるから見てみてね。全然。もう霊夢ったらこんなに散らかして。ヨウム霊夢のおかんかよ。大体こういう時は確かマリサが片付けるんだよね。ということで。食料問題解決のため自動羊肉生成器を作ってくれました。で、羊肉が集められる場所はどこだろう。下だぜ下。あ、ここか。で、このチェストの中に羊肉が集まる仕組みだな。羊毛も集めれていいね。ねえ、羊肉が集められてる場所どこなの。あ、私たちのネームタグの真上に入り口があるぜ。こっちだよこっち。あ、ネームタグの上ね。入り口なんてどこにもなくない。え、マジで言ってるのネーム。あ、ここかここか。なんでわからなかったんだよ。だって私視力マイナス 1.5 だから。マイナス 1.5 ってなんだよ。もはや見えない通り越してるじゃん。多分幻覚とか見えるんだろうな。うわ、すごい、これ金リンゴ集められるの。うん、これは視力マイナス 1.5 だわな。二人とも、どうしたのマリサ。次行く島なんだが、ちょっと前回手に入れたこの剣持ってこうぜ。あ、この一撃だけアンデッドに大ダメージ与えられる剣。そうなんだ、次はどうやらアンデッドの島らしいからな。なるほど、持ってこう。ということで続いての島はこちらです。この島はお墓の島。見た感じそうっぽいな。ちょうどいいじゃん、もうすぐハロウィンだし。トリックオアトリート。日本しくれないといたずらしちゃうぞ。何通文もらおうとしてんだ。キャラ崩壊してんぞ。じゃあマリサはなんて言うのさ。トリックオアトリート。お菓子くれないと痛いことしちゃうぞ。こっちは。てか二人とも、ここのモブ装備めっちゃいいんだけど。多そうだな。そうだね。ちょっと見てないで助けに来てよ。え、めんどくさいよ。メルトリコを伝えたくて。歌で伝えなくていいよ。てか、このモブ幸運の呪縛って名前らしいな。呪縛っていうことは囚われてるんだ。あ、みんな幸運の怨念がいるよ。そいつはどうやらボスっぽいね。でも敵対してこないけど。気をつけてくれ、幸運の呪縛ワンパンでやられるぞ。マジで本当ガチでやばい。やだ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 、霊夢助けてー。任せて、ここは前回手に入れた最強武器で。あれ、これは確か期待されてない。ねえ、そのかくれんぼで鬼の後ろについてくみたいなのしないで。で、倒したらウィザスケの頭出たよ。よかったな、これでウィザー呼び出せるぞ。お前らまだウィザーアレルギーだったのかよ。前シーズンのウィザーがトラウマなんだよ。じゃあボス倒しちゃおうか。ちょっとお命いただいてもいいすか。ボス戦じゃねえだろこれ。ねえ、ちょっと待って霊夢。どうしたの。これ記念撮影撮れるよ。ほんとじゃん。コインを入れてね。にゃんにゃん猫ちゃんポーズ。3、2、1。これプリクラだな。で、私の顔だけ漏れてなさすぎだろ。じゃあ霊夢めちゃめちゃ可愛くない。ヨウムも超美人。どこが美人なんだよ。もはや煽りだろ。え、待って、いきなり敵対してきた。うわぁ、友達と思ってたのに。すごい良すぎだろ。こうなったらさっき手に入れた聖なる一撃で旗を手前上に壊れたんだけど。よし、倒したよ。おナイス霊夢。ということでボス無事に撃破。ねえ、二人ともここにお宝見っけたよ。ほんとだ、お墓にある。早速あさろう。墓嵐じゃねえか。じゃあ開けるよ。ほいさ。エメラルドにネザライトが入ってる。めっちゃいいね。霊夢、後でこの頭とソウルサンド捨ててこよっか。捨てんな。ということで幸運の守護島クリア。次はこの島行ってみようよ。え、四角？どうしたのマリサ。お前ら今までを思い返してみろよ。これまで行ってきた四角の島全部鬼畜じゃないか。そんなわけないよ。ガスト島でしょ。それにエンチャント島。ピストン島に。カボチャ島。全部鬼畜じゃねえか。まだ鬼畜と決まったわけじゃないし。一旦見てみようか。で、ここにお宝隠されてるぞ。お宝？ほんとだ、もうこれお宝取って帰ろうよ。そうだな、帰ろっか。いや、ダメでしょ。お宝チェストの中身はそんな良くないね。じゃあもうクリアせずに帰ろっか。どんだけ帰りたいんだよ。中はどんな感じかな。よし、拠点に帰ろっか。じゃあ効果の薬を飲んで突撃してみるよ。おやー、多すぎんだろ。三つの蜜守れって小池さんも言ってただろ。蜂蜜蜜織三つマングローブだよね。最後だけはありえねえだろ。いや、全部ありえねえわ。効果の薬の効果が続いてる間にスポナー壊しちゃおう。お、ここにあったあった。ねえマリサ、スポナー一個壊したよ。あれ、なんか空からマグマが。親方、空からマグマが。待って、熱い。ということでリスポーンを繰り返しスポナーを壊したとさ。じゃあ、ポータルにエンダーアイはめるな。あ、ちょっと待って、私トイレ。いや、なんつうタイミングで言ってんだ。あれ、霊夢遅くないか？まあ、霊夢来なさそうだし、はめちゃうか。ほい。や
ったー、クリアだー。霊夢どうしたんだろう。まあさすがに仮拠点にいるだろ。そうだよね、これでも今まで一緒にスカブロやってきたし。うん、しっかりいないな。霊夢何してんの。しっかり寝てるじゃねえか。ひどいよ、先帰って寝てるなんて。待ってろ、私が霊夢叩き起こしてやる。もう起きなさい、何時だと思ってんの。朝起こしてくる時のおかんか。ねえ何すんの、せっかく快眠してたのに。快眠すんな。あと5分だけ寝かせてよ、あと5分だけ。もう悪い子ね。そんなあなたには長期でホットアイマスクしてやんよ。危な、長期でホットアイマスク、そんな命削らねえだろ。続いてはこの島に行くよ。この島は飛行船っぽいな。じゃあ早速行ってみよ。中に敵が湧いてるね。でもさっきの島に比べたら可愛く見えるね。慣れって怖いな。ほいさ。って何してるの、マリサ。待って、ここほとんど羊毛でできてるからヤバいって。何がヤバいんだ。マリサもしかして羊毛でマグマ燃えるの知らない。それか義務教育やり直した方がいいよ。もう燃えちゃったのは仕方ないからスポナー壊していくよ。いや、マリサがやったんじゃん。二重人格かな。待って、爆速エンダーマイトいるんだけど。こいつ攻撃力鬼強化されてるから厄介だな。いた、やばいやばいやばいって。早く殺処分しないと。私この世からジートエンダーマイトは消し去るって決めてるから。相当嫌いじゃねえか。お題だとお宝チェストあったあった。まあちゃんと攻略してから見ようぜ。なんでよ。ヨウムお前好きな食べ物最初に食べるタイプだろ。マリサは好きな食べ物最後に取っとくタイプだよね。ちなみに私は好きな食べ物と嫌いな食べ物一緒に食べるタイプだよ。うん、それ好きな食べ物台無しじゃねえか。いや、もう爆速エンダーマイト撃ってほしいな。で、あそこにエリトラあるんだけど。エリトラ？マジかよ、このスカブロにもエリトラあったんだな。エリトラが呼んでる。早く回収しに行かないと。ヨウムそれまずくない？待って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 。あ、磯川回れって本当だったんだね。でもこれでエリトラゲットだよ。やったやった。で、霊夢エリトラ無言で持っていかないでよ。へへん、このエリトラ私のだから。やだやだ返してよ。お前のものはお前のもの、俺のものもお前のものだよヨウム。いや、それ単にいいやつ。え、マジで？じゃあ宿題と編集やっといてね。ごめん、全然撤回するわ。ということで攻略完了したからお宝チェスト開けようか。そうだね、ほいさ。おー、ネザライト入ってるよ。ダイヤもいっぱい入ってて禁断の果実もある。花火もあるからエリトラで飛び回れるな。じゃあエンダーアイはめよっか。あ、ごめん、私のシューカーに入ってなかった。私も持ってないぞ。じゃあこれは霊夢がエリトラで取ってくればよくない。任せてよ。じゃあ行ってくるわ。あなた必ず生きて帰ってきてね。戦場にでも行くのかよ。それ絶対生きて帰ってこないやつじゃねえか。その後、霊夢の姿を見た者はいなかったという。変なナレーション入れるな。ただいまー。天神天神天神。懐かしいなそれ。天神だからできたことっつってね。てか霊夢よくそんなとこハマったな。なんかこういう狭いとこ好きなんだよね。これあれじゃない、隅っこ暮らしのゴキエッティじゃん。なんだよゴキエッティって。まあ私の中の人の家にも最近ゴキエッティが出たんだよね。ということでゴキエッティのおかげで飛行船島クリア。どういうことだよ、全く関係ねえだろ。じゃあヨウムたちは自力で降りてきてくれよな。はなんでよ。ヨウムじゃあ私たちは健康飲料で降りよっか。やだやだやだ、私も空飛びたい。もういいもん、私エリトラ持ってきてくれるまでここでタイタニックごっこするもん。じゃあねえな、仕方ないからエリトラ持ってきてやったぞ。マジで？空を昼に飛びたいな。はい、マリコプター。なんだよマリコプターって。それでエリトラは来たるべき日のために時計島にしまっておきます。来たるべき日？そんなのイザーしかないだろ。おえーおろろ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 ろ。じゃあ今日はこの山の島に行くぞ。ねえこれ夜に行くの絶対違うよね。ねえ痛い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 、助けて助けて。ちょっと様子見てから行くか。そうだね。おい、やばいってここ、ハスクしか湧かないから毒状態にされる。とりあえず松明で湧き潰ししとこ。ヨウム、ここのチェストすごいよ。で、それお宝チェストじゃね。すごい、キッケル入ってる。ヨウム、私今キッケル持ってないからこれ使っていい？オッケー、もうスポナー壊しちゃって。よし、じゃあスポナー壊してみるよ。オッケー、私は霊夢を生温かい目で見るから。いやね、やばすぎだろ。ということでさっき見たんだけどお宝チェストはこんな感じだったよ。じゃあさっさとエンダーアイはめちゃおうよ。さっさとってもしかしてお前早く終わりたいだろ。そんなことないけど早くはめてよ。じゃあちょっとエンダーアイ私に貸してよ。すぐにはめちゃうから。わかった、ヨウムに渡すな。よし、じゃあはめるよ。準備はいい？オッケー、いけるよ。あ、私ちょっとトイレ行ってこようかな。ごめんって、霊夢すぐはめるからダイヤ持って拠点帰ろうとしないでって。本当にはめるの？だからせめてこっち来てって。わかったよ。ほいさ、ということでメサジマクリア。じゃあ今回はこの辺で終わります。他にもいろいろな動画投稿してるから見てみてね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。